便秘の改善とダイエットが同時にできる食べ物というのを7つ紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、便秘改善には何がいいのか、それを食べることによって簡単にダイエットが同時に行えるものは何なのかというのが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、便秘改善、排便活動を促す7つの食べ物ということで紹介していきます。便秘の主な原因はストレス、繊維質の少ない食生活、ダラダラした生活というのが原因です。便秘の場合、栄養を吸収しすぎてしまうためにダイエットにはとても天敵です。便秘の人っていうのはとても痩せにくいです。体に老廃物が溜まり、体にある期間が長いために栄養を吸収してしまう、そういったデメリットがありますので、しっかり便をですね、毎日 2,3 回は排出することがおすすめなんですけれども、それに関して食べるものというのが関係してきます。そこを紹介していきます。1つ目、バナナ。バナナです。朝食に食べたり間食に食べたり、とっても便利に使えるバナナ。このバナナも繊維質を含んでおり、消化を促してくれます。そしてバナナにはカリウムが豊富に含まれてますから、むくむ女性とかにもおすすめです。このバナナを毎日食べることで体の電解質が再生されて、便秘薬を飲まなくても天然のお通じ薬として働きます。ぜひこのバナナをですね、1日1本朝食べてみてください。2つ目、ベリー類です。このベリー類に含まれる抗酸化物質がですね、とても排便に役立ちます。大腸を健康的にクレンジングしたい、デトックスしたいというのはベリーを食べてください。特にブルーベリー、イチゴ、ブラックベリー、サクランボ、クコの実などがいいでしょう。3つ目、玉ねぎです。玉ねぎはですね、もう痩せるためにもとっても大切な栄養を豊富に含んでます。様々な薬味に使われる玉ねぎですけども、これも天然のお通じ薬としてとても有効的な食べ物です。生で食べれば少し苦いかもしれませんけども、胃液の分泌が活性化されて腸内フローラの健康が改善されます。肝臓、膀胱、胃、膵臓などを強化する役割もあります。4つ目、ニンニクです。このニンニクというのはやはり臭いのであんまり食べることがないかもしれませんけども、ダイエットにも便秘にもかなりいい食材です。もう王道です。ニンニクを一片、一かけ食べることでですね、肝臓を自然に浄化して、酸素を活性化させて、毒素の排出を助ける、アリシンとセレニウムがたっぷり詰まってます。スライスにしたり、みじん切りにしたりして、料理に少し加えることで、体のデトックスを行うことができます。また、ニンニクには、胃がんと戦ってくれるという効能もあります。5つ目、レモンです。ダイエットしてる人にもこのレモンはとっても大切です。レモンは様々な病気に効くと言われてます。そしてレモンにはクエン酸が含まれていますから、便秘を軽減することができます。消化を促し、大腸の老廃物を除去してくれます。6つ目、トマトです。このダイエットしてる人のお弁当を見るとわかると思うんですけども、必ずトマトが入ってます。このダイエットにもとっても大切なトマト。トマトも腸の働きを改善してくれます。トマトを丸ごと食べたり、ジュースにして、生の状態で食べることで、天然の通知薬として活用することができます。最後7つ目、オートミールです。これもまたね、ダイエットしてる人は朝食べたり、お米の代わりに食べたりしている食材になるんですけども、このオートミールというのはとても栄養が豊富です。例えば、繊維、ミネラル、健康的な炭水化物、ビタミン、などが含まれています。コレステロールを下げる効果があり、太りすぎを防止して、便秘などの消化のトラブルを改善してくれます。この7つ、紹介したんですけども、日常的にぜひですね、組み合わせて取り入れてください。バナナ、トマト、ベリーなどはね、朝、ヨーグルトに少しかけたりして食べたり、そこにオートミールを加えて食べる。もうダイエットの一食として最高なものができます。なおかつ便秘が改善されます。ですので、しっかり栄養を取れて、
便秘改善ができて、カロリーオフ、これはもう最高です。ぜひ便秘以外にもダイエットとして活用してください。勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからもダイエットにおすすめなアドバイスをしていきます。登録の方もよかったらしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。